今朝、小樽の JR 函館線で列車の位置を示すシステムに不具合が発生し、一時運転見合わせとなりました。現在は運転を再開しています。 JR 北海道によりますと、午前8時半前、函館線の小樽蓄光間でレールに微弱な電流を流して列車の位置を確認するシステムに不具合が発生しました。この影響で函館線の小樽星見間が一時運転見合わせとなり、これまでに快速エアポート7本を含む30本の列車が運休しました。小樽駅では通勤通学の乗客らに影響が出たほか、困惑する観光客の姿も見られました。 JR は設備点検を行い、安全が確認されたとして午前10時半前に運転を再開しましたが、現在も列車に遅れが出ています。